どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。全長202万メーターのさやです。2万メーター、うん、だいたいこれが200個連なるとすると、そんな細かいとこまで考えてないよ。すいませんね、ちょっと考察班怖いわ。考察班怖い。こんなぐらいでなんで考察班って言われるの。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、本は作れないタイプのホッチキス。あの、開かないやつね。うん、開かないとね、普通にパチンってなるやつ。そうそう、ってなるやつ。さあ、ということで今回こちらでございます。ぐにゃぐにゃ。はい、どうしちゃったの、語彙力なくなっちゃったの。まあ、もともとないですけど、いつも。まあ、ないですよね。マジでやばいよね。語彙力ない代表みたいなこと言わないでしょ。すごいやばいよね。うん、まあ、でも皆さんこれだけ見ても多分わからないと思うので、はい、早速いきましょう。今回やっていく企画はこちら。で、どうり。うわ。プロの絵師が、かけたら視界がぐにゃぐにゃになるメガネかけながら絵描いてみたー。ふぅーん。壺もびっくり。さすがの。うん、さすがの壺もびっくり。びっくり。うん。どどどどどん、なんじゃらホイホイ。はい、これなんじゃらホイホイなんですけど、このゴーグルね、あのちょっととある親戚からもらったんですが、はい、会社で使ったらしいのよ。うん、で結構高いものらしいのよ。そうで、高いものらしいんだけど、その後全くもって使わんっていう。いや、そう、なんか YouTuber なら使うでしょって言われていただいたんですけど、なんか使えるかもよっつっていただいたんですけど、全く YouTuber を何だと思ってるのか、全くもう使います。ありがとうございます。しっかりもらった2週間後ぐらいも使ってるんですけど、これ、あの、はい、これかけるといわゆる泥酔状態っていうのを擬似的に作り出せるんですよ。あ、そう、視界がぐにゃぐにゃになるの、うん、超酔っ払った時。なんかね、ゴーグルによってちょっとポロ酔い状態とか、うんうん、結構酔ってます状態とか、それランクが分かれてる。絶妙なあれがある。あるけど、これは泥酔、泥酔レベルマックス、泥酔のゴーグルらしいです。あ、じゃあ6年前のゲンさんと同じってこと。やめてください。やめろやめろ、あの両国駅閉じ込められて、あの泣き叫んでたゲンさんの話をするのやめるな。気になるね。最後漫画にしていただいて。はい、まあ、ということで、はい、まだこれね、実はね、これをかけて絵を描いたことはないので、うん、これちょっとつけてね、歩いただけで、ね、歩いたんだけどね、すごい気持ち悪くなる。マジで気持ち悪いよ。しかも頭がはっきりしてるのに視界だけ酔っ払ってるって、うん、多分一番気持ち悪い状態。ああ、確かに。あの、酔っ払ってるふわふわ感がない状態に酔っ払いなので、単純に不愉快なアイテムです。いや、でもなんかすごい研究のせいに作られてそう、はい、そう、ね、そう。なんもこれ多分ね、見るとわかるかな、んかわかんないかな。でもなんかほら、穴が開いててさ、これかけないとわかんないな。みんなちょっと顔面送って、うん、今顔面送って、あ、届きました。ちょっとつけさせてあげて。怖い怖い怖い。はい、まあ、ということで早速やっていこうと思います。諦めんね。ということで、じゃあまずは1回戦目でございます。1回戦目、はい、1回戦目はこれ、うん、どっちにしてもこのゴーグルが1個しかないので、いや、そうなんですよね、交代交代でね、うん、使っていくことにはなると思うんだけど、片方じゃんけんで負けた方がつけるスタイルでいこうかなと。ああ、いいですね、罰ゲームですよ。そう、罰ゲーム的につけていこうと思います、うん、これは。いや、そうよ、負けたやつがデバフを背負うの。てかね、正直言っていい、うん、かける気する、これ。おこれはゲンさん、あれわかんない、まだ、じゃあまだ絵描いてない、これで実際描いてないけど、夏目さんち特産品のゲンさんの売りじゃないですか。これもしかして。やめてやめて、いや、言わなきゃよかった今これ。税込み520円で売ってます。そう、結構高いんだ。はい、まあ、ということで今から、はい、第1回戦目は簡単なお題、じゃじゃーん、簡単なお題をこの中から2回やろうかなと思います、うん、簡単なんでね、1分ぐらいで書き終わっちゃうと思うんで。はい、はい、最初にじゃんけんからする。どういう、何のじゃんけんこれは。泥酔じゃんけん。あ、泥酔じゃんけんか。 OKOKOK。 泥酔じゃんけんから行く。じゃあ最初1回戦目にこの簡単なキャラクターといえど、なんでブルトさん強さ誇示すんの。いきます、最初はグーじゃんけんぽい。あれ、なんだ。じゃあいいよ、僕負けたから引くわ、うん、テーマ、うん、ほら好きなの引きな。え、もう大丈夫、超簡単なの。簡単です、本当に簡単ですね。大丈夫、前回みたいなのガノンドルフとか入ってる。大丈夫、さすがに。あの、行き止めを追いかけたいです、この動画ね、うん、そう、この動画の時に、はい、1回戦目にさ、なんか簡単なやつだからって1個ガノンドルフ入れときやがって。ね、ね、やだやつだよね、お前だよ。せーの、どん。簡単、これはド定番ですよ、うん、これは簡単だわ。もう子供の頃からさ、いたずら書きとかでも書きまくったじゃないですか。そうだね、そういうことだ、ね、じゃあ余裕ですよ。まず1回戦目は比較したら面白いかなと思って。そうですね、こっちさやはドラえもんを普通に書きま す, きます。で、僕はドラえもんを酔っ払って書きます。そんな感じで。いや、ドラえもんでもそんなかからないから1分半とかにしよう。
これはいい戦いが期待できそうですね。これはやばいかもしれない。行きまーす。よーい、スタート。ちょっと全然待って、あ、右と左で目のサイズ違う気がする。もう取り返しはつかない。え、でもさ、先生もあんまり上手じゃない。ちょっと待って待って、気持ち悪い気持ち悪い、これ酔ってきた酔ってきた。ドラえもんのび太と米騒動っていう映画あ、これあの百姓一揆の話そこにタイムスリップしちゃってみたいなあのドラえもんのび太の思いでつけると全部映画になる、うん、全部映画になる。どうにかなる。そうそう、ドラえもんのび太の為替相場とかFX に挑戦しちゃうのび太がいきますよ。酔っ払い源さんが書いたドラえもん VS 酔っ払ってないさやさんが書いたドラえもん。はい、せーの、レドン。あ、結構かけてるね。かわいい。でも昔のドラえもんだよ。どうしちゃったんだろう、なんか結構あの昔右目だけちっちゃくなっちゃったけど。あ、でもかわいいじゃん。さやさんの方が酔っ払ってないのか何、長くない腹立つ顔してんだ。なんかいや、忘れてんじゃん、ドラえもんのこれあれだから、あのドラえもんのび太の米騒動の一幕から持ってきました。そうそうそう、こっから始まるんだ。ドラえもんの記憶がなくなってしまう。僕はドラえもん、ドラえもんつって、あの主題歌入るでしょ。この夏ってまだあなたは絶対ドラ泣きするってそれ、これさやさんが決める、はい、決めた。さやさんいいですよ、見たい。せーの、あー、スライム。これはもう35周年12楽しみにしてます感じですけど、もうほんとよ、はい、よし、じゃあさやさんいきますよ。超簡単だよ、これは。これは余裕だな、うん、これは簡単よ、うん、気持ち悪い、これ。ほらね、やば。何がすごいって、今この私の人差し指4本ぐらいに見えてるから、うん、そうなんだよ、これね、これなんかさ、乱視みたいになってるね。あ、そうそうそう、視界がぼやけるし歪むし。じゃあいきましょう。いいよ、はい、よーい、スタート。着地してない。え、完璧すぎる。すごい、見て見てすごい可愛くない。さやさんが描いた泥酔スライムと、源さんが描いたスライム、せーの、デドン。やばくない、目と目の距離どうしたってなってる。これ完全に人体実験されてんじゃん。ねえ、うまくない。ハートチャラ減っちゃうなって。それかけてんだってそれはかけるんだやばくない。さやさんドラクエシリーズやってるからかけるはずなんだけどね。でもさ、知ってる割にはさ、うん、なんでここピチョンくんみたいになっちゃったの。うるさらみたいになってるけど大丈夫。足変えてみ、だって体変えてみ。どっかで見たことあるやつになるから。本当だ、どっかで見たことない。どこでも見たことねえよこのやつボケんなよはい、じゃあということで第2回戦目でございます。はい、第2回戦目はちょっと、うん、難易度上げました。難易度高い、てかまあ普通に一般的な漫画のキャラクターですね。そうですね、人気キャラクター、あのさっきみたいなやつじゃなくて、もうちゃんとした人間だから、これからちゃんとしてるんだ。そうで、今回あれね、この2回戦目は2000やるんですけども、さやと僕はそれぞれ別のキャラクターを引いて、はい、運が悪い方がゴーグルをかけるという感じでいきましょう。そういうことですね、見てください、はい、ここに選ばれし4人の人気キャラクターがおります。そうなんですね、うん、わけわかんないです、全員ハテナです、何もわかんないまあ勝手な相関図を書いたところで好きなの選んでいいよ、はい、じゃあこいつにしますか。こいつ、せーの、デート出た出た出た、五条先生。五条先生よ、嘘。多分この五条先生を書くときに源さんが、僕と髪の間には無限があるって書いたでしょうねワクワクしますね。悲しすぎるでしょその五条先生よく見えないっていうよく見えないということで、じゃあ第2回戦目の1戦目そうよです、ね、しかも、はい、どっちが今から酔っ払うのか、あの無限を感じるのかはわからない、うん、ということでいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。よーし、じゃあゲンさんのことをあざわりなりながらるい、見ますよ、よーいピー。五条先生の髪の毛どんなもんなん。白くてふわふわ。それは分かってんだけどさ、この絵が歪んでるのかもわからない。やばい、気持ち悪い。酔ってきた、あと何秒、もうやめたいこの絵やめちゃめちゃ弱いいいよ、もうこのまま発表までいいよ。いきます、じゃあせーの、わーすごい、ええ、すごいすごい、待って、うまくない。うん、まあなんかちょっとベタでごまかした感じもある。やめろよ、ごまかしたとか言うのやめろ。え、違う、これはね、ちょ、やめた、だだちょ、これは無理だと思って。あ、冒険しなかった、冒険しなかった、冒険しなかったんだ、うん、意外とかけてるやん。うん、全然かけてるね。と言っても5分にしては書いてないけど。あ、まあね、そもそも5分にしては書いてなくないかえ、ちょっと戸惑っちゃって戸惑っちゃって戸惑っちゃって、そう、源さんが面白すぎて、源さんが面白すぎてでもまあリンクですね。そうそう、リンクかけました。まあ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 、はい、これね、このゴーグルつけてる時の、うん、こうしないと見えない、あ、でもこっち見るとこうが見えないっつって、 あの、ね、首をね、首を何回もグニャグニャしちゃうんだけど、うん、そうすると気持ち悪くなってくるんで、ね、そう、どんどん気持ち悪くなってくる。おい、これすごい研究の成果で作られてるはずだよ、ね、これは、はい、これはあの、おそらくこれで安全なところでこれをつけたまま歩いてもらったりとか、うんうん、安全なところで車に乗ってもらったりするらしい。ああ、
どれだけ危険かというのを伝えるために、うんうん、お酒飲みすぎに注意ですよ。そう、それを啓発する動画です、これは。いや、そうだ、そう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 、うん、そうだと思ってください、ね、そう見た、源さんのもうやめてないってあんなっちゃうから、あんな情けなくなっちゃうんだから、みんなえ、まあ、セイさんほら、うん、セイさんかわいそうだから、うん、泥酔する予定だから、確かに今から泥酔する予定だから、だからあの雑菌に選ばせていただいて、はい、じゃあ第2回戦目の2体目、はい、せーの、でん、誰まず誰クソやっちまった、これをセイさんが引かれてやったのにえ、なんでまず誰これ、誰これ、戦国大名毛利元就、知らんのか、いや言われたら何、いやいや知らん、三本の矢やぞ知らんわ、こっちに変えますね、何それ、僕に引かせようとしただけじゃんそれ。しかもさやさんさ、明らかに僕に引かせようとしたじゃん。いや、そうだよ、だってじゃあこれ引いていただいてみたいな空気やったじゃん。あ、そうそうそう、引かないよバカすぎるでしょじゃあさやさんこれは、うん、いいよ、じゃあそれで、なんだっけこれ、知らないよ、覚えてないの、知らないよ、せーの、あ、ライスシャワーちゃんだ、え、ウマ娘ですか、ウマ娘のライスシャワーちゃんだね、はいはいはい、ゲンさん激推しですよ。いや、そうですよ、僕今お兄様やってるんで。じゃあ毛利元就がトレーナーになったライスシャワーちゃんだ、いいよその世界線はよろしくね、楽しみだな、ゲンさんの五条悟結構うまかったからな、結構かけてたからな、酔っ払ってても。今日こいつの枕にぬか漬けす埋めとく、臭すぎんだろ一個ずつ、あのぬか漬けきゅうり詰めとこうこの動画でね、あのブレインスリープのね、全然ふわふわしないっつって、うん、なんでだろうって覗いてみたらめっちゃそうさやもダメージ食らうからね、隣でぬかの匂いするんだから。でもおいしんこ好きだから臭くない、臭いだろうよ。よし、はい、OK、 5分間に行きましょう。ピコン、レッシャーちゃん超可愛いんだよな、可愛いんだよな、ちょっとダントツなんだよね。は、前のトップガンちゃんだって可愛い、うるせえよ、分かったよ、分かったよすいません、俺のアイバの方が可愛いって可愛くかけたらいいね。可愛くかけてる、どう？まだ見ないようにしてる。どうかな、ゲンさん。後で嘲笑いたいから。なんでそういうこと言うの？妻泣いちゃうよ。妻が泣いたらすぐバーバが来てお前なんか殺しちゃう。嘘。バーバすぐ来るやん。バーバマッハ2で来るよ。怖いよバーバ。あったよねそういう都市伝説。え、今あれだよ。今のトレンドですよターボババって。そうなの、なんでなんで？ダンダダン。あ、そっか。はい。ダンダダンっていうあのジャンププラスで好評連載中のあの漫画。あのめちゃめちゃ絵が上手な。そう、あの漫画のに出てくる。出てくる。そうだ、合体する。だ5分間エドワード・エルリック普通に書いたバージョンと泥酔ライスチャワちゃん、はい、せーの、デドン、やば、目の位置やばくない、やば、エド、エド好き、エド、エドでしょちゃんと、すごい好きなエドの顔だ、うん、顎平らないよ、ね、荒川先生の描く、顎平らないのはちょっと年齢がいってからのエドですよ、うん、はい、過激派やめて、グじゃないんで、え、でもなんかやっぱ輪郭と目の位置がなんかずれてるわ、なんかこのなんかこっちにキュッて流れして見て、もうここで、ここに書いてある、ここに、ここに出てんもんね、でも見てください、それでも、はい、その環境、その過酷な環境の中でも輝くうんち、なんでうんちだけちゃんと書く、うんちうまくね、うんちうまはい、ということで最終戦は泥酔してる夫婦が片方線画やって片方が塗ってみた、いやもうね、夫婦たるものね、はい、もう泥酔するタイミングも完璧に一緒ってことだよ、もうおかしいよそれは、せーの、グイッになっちゃったっていうことで、バカすぎるだろその、そんな時に絵を描いた夏目さんちの絵はどうなるのか、はい、線画も泥酔、塗りも泥酔、しかもそれはチェンジするっていうややこしい感じでやってきました、いやそうそう、ね、まずはさやさんが泥酔状態で線画を、そう、じゃあ線画10分、塗り10分にする、うん、線画はいけるけどさ、塗りやばいって説出てるんだよ、いやそれな、え、なんか言ってよ、えあ、でも待って、両目描くの初めてじゃない、あ、確かに、バランス取らなきゃいけないの初めてじゃない、はい、じゃあということでさやさんがまず線画を描いてくれました、だいたい6分7分とか、はい、このぐらい、せーの、デドン、ほらやっぱ位置違うわ、位置がずれてるのよ、え、あれだね、なんか進化する前のアウストラロピテクスみたいな感じ、うん、なんかこう言いようのない、やっぱ気持ち悪さがあるね、やばー、なんかね、あのこっちがずれてっちゃってるっていう、うん、この歪みが出てますよ、出てますな、はい、じゃあタイムはじゃあさっきと同じで10分でいいですか、10分以内で頑張ってって感じで、うん、じゃあ行きます、行きます、せーの、ドン、いやもうゲンさん泥酔エピソードめちゃめちゃいっぱいあるからね、終電逃しのゲンと何回言われたの、やだなめちゃくちゃ嫌な称号じゃないですか、えらいよね、でもこんな状況でもさグラデーションしようと思ってるその心意気が、待ってこれどうなってる、どこに塗ってるの、これなんとかなるよ、しじみ以外全部味噌汁って言うじゃん、言わねえよ、なんだそれどこの格言さこの泥酔状態でどれぐらいかけるのかをね証明しなきゃ
きゃいけないわけよ。安心して、みんな酔っ払って失敗したことあるから。なんで今そのそこを慰められてんの。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。両国駅で泣いたこともそれは覚えてるからね。覚えてんの、覚えないでほしいもん。後世に語り継いでいく、ね、やめろあーなんかゲンさんの視界がぐにゃぐにゃだと思うとさやか画面用意してきた。意味がわからないだろ。共感力高すぎるだろ はい、じゃあ濡れてるのかどうか、せーの。おー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 、でもまあえまあまあじゃない。いやそうそう、こちらの顔のライン取れてるから、うん、あでもいい感じに合作になったんじゃないですか。なんか謎の合作生まれたわね。他に酔っ払い度を感じますね。俺はこれおしゃれじゃない。これ違うよ、これ多分、うん、青い光がこっちから来てる。あそうそう、そういうことにしよう。でもこっち側に影が入ってますよ、青く。どうしたらいいの真央がダメなんだがまた弱音入っちゃったまた弱音入っちゃったいやー、まあ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 、ということでぐにゃぐにゃゴーグルかけて描いてみましたが、いかがだったでしょうか。気持ち悪くなりました。すげえ気持ち悪い。なんか終わった後の不快感、最近の動画で一番ある、うん、いやもうほんと全容保証サービスでこの不快感皆さんにお送りしようと思うので、ここのアドレスに行ってくれればこの不快感郵送で送るんで。そうアドレスから送れるんだ不快感酒飲もう。嘘